今回はクリアカラーとオーロラミラーをマットにしたデザインですね、ご紹介していきたいと思います。前回の朝食動画でご紹介したクリアカラーを使ってデザインやっていきたいと思います。ではまずパープルのクリアカラーですね、これを塗っていきたいと思います。使っていくのは色ジェルのフラット筆です。セリアジェルのパープルをそのままクリアジェルと混ぜただけのカラーなんですけれども、どんな感じにつくのだろうとちょっと思われる方見えると思うんですが、クリアをですね本当に同じ量混ぜていただくだけでこんな感じにですね、意外にすごく透き通った優しい感じのパープルに仕上がってきます。パープルというよりピンクのカラーに近いんですけれども、このカラーをベースに先端に本当にグリッターとかを少し入れるだけでもすごく血色いい感じのデザインに仕上がってくると思うので、なかなかクリアを混ぜただけのこのカラーいいと思います。今回はこのクリアカラーにですねオーロラミラーをちょっと合わせていきますので、またちょっと色合いがですねパッと見がですね変わってくるんですけれども、このカラーはこのカラーだけでも楽しんでいけると思います。ぜひやってみてください。では続いて中指にはですね、ネオンピンクのクリアカラー塗っていきたいと思います。同じように全体的にですね、透ける感覚で塗っていってください。このネオンピンクも本当にクリアを混ぜるだけでネオンというような感覚ではなく、本当に優しいクリア感のある感じのカラーなので、すごく上品な感じのカラーになっていると思います。まだちょっとこれでも抵抗あるなという方に関してはですね、ここに少し焦げ茶を足していただくだけでですね、深みが出てきますので、そんな風に使っていただくのもありだと思います。では続いて、以前にもですねオーロラパウダーとしてご紹介をしていたカラードリームパウダーですね、今回はパープルに輝くもの、ピンクに輝くもののパウダーをですね使っていきたいと思います。それぞれ薬指親指にはパープルのクリアカラーなのでパープルのパウダー、そして中指にはピンクのパウダーをですねやっていきたいと思います。ノンワイプジェルをですね塗っていただいて硬化してからこすりつけていきます。では早速ミラーパウダーですねこすりつけていくんですが、私爪全体にですねこすりつけていくときはメルティのジェルワイプ、大きいスポンジのものを使っていきますので、こういったものを使っていただくと便利だと思います。ではまずパープルの指からです。こすりつけた瞬間ちょっと私感動したんですけれども、すごくいいですよね。なんとも言えないこのシェルのようなこうなんか人魚のような感じのなんか輝きというか、また普通のオーロラと比べて色がある分すごく綺麗なこう天然石のような感じもするような輝きだと思います。これがパープルになるんですけれども、続いてですねピンクをこすりつけていきたいと思います。最近ミラーパウダーってすごくたくさん種類があって、この粉自体もですね蓋を開けて見てみると、これがどんな色になるんだろうってすごくいろいろ不思議になるところがあるんですが、一見この感じのカラーだとそんなに輝かないような感じがするんですけれども、不思議ですよね、すごく輝くのが。このピンクのドリームパウダーはさっきのクリアピンクも素敵なんですけれども、それをちょっとこう落ち着かせるような感じの輝きになるかなって思いました。パープルだけだとピンクに見えてしまうんですけれども、意外とこうピンクを並べてみると、やっぱパープルはパープルの輝き、ピンクはピンクの輝きと、どちらもすごくいい感じだと思います。では一旦ここでですねトップジェルでコーティングしていきたいと思います。今回はもうこのオーロラパウダーをですねもうふんだんにこう生かしたデザインに仕上げていきたいので、もうこれをですね主にしていきたいと思います。もう本当にこれだけでもですねすごくクリア感があって素敵なミラーパウダーなんですけれども、これだけでなくこれをですねちょっとマット仕上げにしたらどんな感じになるのかなというところで、今回はマットでやっていきたいと思います。今回のトップジェルも光のラインが通るように綺麗にコーティングをしていきます。ミラーネイルをやった時のトップジェルがですね表面がガタついてしまうと、やっぱり輝きがですねちょっとおかしくなってしまいますので、綺麗に光のラインが通るように爪を反対向きにしていただいて、光のライン通していただくといいと思います。硬化が終わったら未硬化ジェル拭き取っていただいて形まで整えていきます。毎回この形の整えはですね大事というふうにお伝えをしているんですけれども、このミラーパウダーをやった時はやっぱりサイドの部分ですね
本当結構ガツガツ削ってしまうとやっぱミラーが剥げてしまいますので、ミラーが剥げない程度にですね、トップジェルで歪んでしまったところを削るというような感覚でやっていただくといいと思います。はい、こんな感じにすごくですね、クリア感のあるプルンとした感じに仕上がってきました。ではですね、ここに今度は親指のところにですね、チャームオンノンワイプを使って膨らみを入れていきたいと思います。以前の動画でもうるうるネイルをご紹介していたんですけれども、今こういった膨らみのあるデザイン、すごく人気にはなっていますので、今回のデザインもオーロラミラーの上にですね、こういった膨らみをつけていくので、それのこうマットバージョンというような感じになってくるんですが、こういった膨らみに関してはこういった形もですね、定番のものと、あとはいろいろな形でこれがこう正解といったことはないと思いますので、いろんな形でこう楽しんでいただくといいと思います。で、私のこの親指はですね、ちょっと大きめの親指なので、ちょっとこの膨らみも大きめで楽しんでいきたいと思います。ということで、私ちょっと親指をですね、大きめにこの凹凸感を出していこうと思って、こんな感じで大きくですね表現してみたんですが、この大きさでこの厚みでこのあとですね硬化したらものすごい熱かったんです。今までにないぐらいの硬化熱を感じてしまって、やっぱりこれくらいの大きさでこれくらいの量をですね、いっぺんに硬化しようと思うと硬化熱が半端ないので、私のようにですね1回でこの量をやるのではなく、2回に分けてやっていただくか、もしくはハードジェルだったりとか、私がよく使っているアイシングジェルとかでですね同じようにもできますので、それを使っていただくといいかもしれません。では続いて中指にはスワロフスキーのオーロラのランパスを入れていきたいと思います。ここにはもう大きくですね、もう真ん中にボンと入れていきたいと思います。糊代わりになるクリアジェルを塗ってのせていきます。オーロラパウダーにオーロラのストーンをのせて、そこをですねマット仕上げにしたらどんな感じになるのかということで、今回ですねこのオーロラのストーンをのせていきます。マットコートが出たばかりどころは、ツヤがあるものをツヤをなくしていくなんて、と思ったんですけれども、今やこうデザインの一つとしてこのマット仕上げはマット仕上げですごくいい味が出てくるので、本当にそれはそれで楽しんでいきますよね。では早速マットコートですね塗っていきます。薬指にはですねまた後からアレンジ加えていきますので、今度中指オーロラストーンを入れたところもですねマット仕上げにしていきたいと思います。うるうるネイルの時はこの膨らみがあるところにオーロラのフィルムとかを入れ込んでいたと思うんですけれども、なので今回ですねこのオーロラストーンを少しちょっと膨らみがある中にこう入れ込んだりしようかなっていうふうに思ったんですが、こういった可愛いデザインの中にもちょっとシックさもですね出していきたいなと思って、今回はこのオーロラストーンのところは膨らみを出さずに、そのままこのストーンの膨らみだけでですねマット仕上げて楽しんでみたいと思います。ただこのオーロラストーンは大きめのものを使っているので、このストーンだけで結構な厚みがあるので、トゲが出ないようにですねしっかりと2回ぐらいに分けてコーティングしていただくといいと思います。では続いて親指もですねマット仕上げにしていきたいと思います。膨らみをつけたところも全体的にですねコーティングしていくんですが、今回はこのマット仕上げにする前にこの凹凸感をですね出していったので、ちょっとこんな風にですねベースのカラーとこう馴染んでるような感じがするんですけれども、ちょっと馴染みすぎてしまったので膨らみをつけたところだけをですねもう一度マット仕上げを塗っているんですが、ナチュラルにしたいときは膨らみをつけてからマット仕上げにしていただくといいんですが、しっかりとですね膨らみを強調していきたいなというときにはマット仕上げにしてから膨らみをつけて、またその膨らみのところにマット仕上げというような感じでやっていただくといいと思います。では続いて薬指のところにもですね少しアレンジ入れていきたいと思います。今回のデザインがクリアカラーにオーロラマットのデザインなので、すごくちょっとアイスシャーベットみたいな感じのイメージになっているんですけれども、なのでちょっとここに入れていくアクセサリーもクリア感をちょっと中心とした感じのものを組み合わせてみたいと思います。今すごくいろんなこのパーツもですね売っているので、そんなに高いものでなくてもいろいろとこう組み合わせて可愛くですねデザインすることもできますので、ぜひちょっとした参考にしていただくといいかなと思います。私もサロンにあるものでちょっとこのクリアビーズと、あとはもう本当に前からある
天然石みたいなものをですね、クリア系のもの、白、ちょっと乳白色のものをこんな感じで組み合わせてみただけなので、なかなかこれ単品だと使いにくいといった感じのものだと思うので、お持ちのものでこんな風に組み合わせていただくといい感じに仕上がってくる場合もありますので、ぜひですね、あるものでこのクリア系のものを組み合わせてやってみてください。そしてここもですね、せっかくなのでマット仕上げにしていきたいと思います。このパーツをですね、全体的に丁寧にコーティングしてあげてください。でベースもマット仕上げなので、多少下のところにですね、少しはみ出てしまっても問題ないので、こんな風にコーティングしてください。で少しですね、角張っているところが丸まった方が可愛いと思うので、ちょっと多めにやっていただくといいかなと思います。では最後に硬化していただいたら、キューティクルオイル塗って完成になります。いいねと思ったらいいねボタンお願いします。そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。クリアカラーに人気のオーロラミラーをコーティングして、パーツやストーン、凹凸をつけてマット仕上げにしただけの簡単なデザインです。クリアカラーとオーロラパウダーがもう何とも言えないふんわりとした優しい感じの仕上がりになっていて、明るいカラーなんですが、すごく可愛らしい上品な感じの仕上がりになっていると思います。今までにないような本当何とも言えない感じのこのカラーの具合が、私もちょっと新発見だったんですけれども、色自体はすごく明るく結構ですね、可愛らしい色を使っているんですけれども、こんな風にオーロラミラーとかマットを合わせることによって、すごく大人っぽく優しい感じにも使っていけると思います。ぜひ一度やってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。上品なとっても可愛らしいデザインに仕上がっていると思います。これから夏にかけて楽しんでいけるデザインの一つだと思います。ぜひやってみてください。続いて我が家のちょっとした出来事です。先日またまた我が家のおてんばした娘が、よく動き回るようになったちび息子がおてんばした娘の遊んでいるおもちゃを取りに来るので、その自分のおもちゃを取られないようにと、ちび息子になんと靴下で手袋をしたんです。前に進むことはできるんですが、この手袋を取ることができなくて一生懸命もがいているんです。ちび息子のこの光景もすごく笑えるんですが、もう本当にこんな悪さをするおてんばした娘に、よくこんな悪知恵が働くななと感心してしまいます。誰に似たのか、どんどん悪知恵がついていくおてんばした娘です。そしてこの可愛らしいサメのぬいぐるみ、ちょっとお恥ずかしいんですが、私が普段の抱き枕にしている人形なんですが、この前寝ようと思ってこの抱き枕をギュッとしたところ、何かブツブツと当たると思って見てみると、サメのエラの線というかのところにシールが貼り付けてあったんです。もともとデコレーションでもしてあったかぐらいの感じの出来上がりなんですけれども、上手にこの線のところに綺麗に並べて、そしてあとはこの尻尾のところとか手のところにもこんな風に貼り付けてあったんです。これだけでももう本当にいいと思ったんですけれども、次の日上娘が、ママ100均で買ったシール知らないと言って、なんかシールを探していたので、あっと思いついて、まさかこれと聞いてみると、そうこれと上娘が何か作ろうと思って100均で買ったシールだったらしく、それを勝手に使ったおてんばした娘、また上娘にこっぴどく叱られていました。次から次と本当にいたずらが絶えないおてんばした娘、またどんな悪さをするのか。以上、我が家のちょっとした出来事でした。それでは今回も最後までお付き合いありがとうございました。